ございます。早速行ってみましょう。はい、ドチンク。はい、めっちゃ綺麗。青い海に朱色の門があってね。宇土神社は古からの自然景観と神話を背景にしていて、今でも人々から熱い信仰心を受けてます。景勝地としても有名で、多くの人々を引きつけていまして、古くから旅行記、日記等にもこちらの様子が記されています。この特徴的な地形は高く評価されていて、平成29年国名勝地に指定されています。宇土神社には御祭神と最も近しい神の使いと言われる動物がいます。稲荷神社の狐、天満宮の牛など神様の使い、宇土神宮はそれがウサギです。不思議な形してる。自然にね、削られたああいう形になったんだもんね。面白い ね、自然でできるんだからすごいもんだよね。ぶ、うん、ちゃん、運玉だって。あ、下まで降りれるんだ。こういうところってさ、出発地点からさ、高いところに登っていくイメージがあったけど、ここは下ってお参りなんだね。そうだね。さっきさ、上から見たけど、今目の前じゃん。うん、すごいね。ねえ、なんか天狗がさ、横向いてるみたいな感じ。ああ、ほんとだ、ね、あの中にいるんだね、うん、すごいよ、ここ。まだ奥こんななってる。上にはこんななってるのね。なでうさぎだって。天狗だけなでようかな。ごかごは。頭に頭なでる。頭。そうなの。ありがたや。お父ちゃんは。お父ちゃんは、はあ、こういうことでお父ちゃんはって言われてるんですね。ですね。はあ、初めて知りました。どうだったでしょうか。天気に恵まれてるっていうのもあるかもしれないけど、本当にどこ見ても綺麗で、いや最高だね。そう、うん、でこの洞窟って言ったらいいのかな、まあ、その岩に囲まれたところにある神社っていうのも初めてだったし、まさかこういうパターンが待ってるとは思わなかったので、おすすめです。ぜひ近くにいらした際には寄ってみてください。宇土神社。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。またね。さようなら。